かせるトレーニング講座いきます。聞かせるトレーニング講座をこの YouTube でお話してるんですけども、まあ、一番手っ取り早く分かる方法は初動で速度を殺すってことですね。初動で最初の動きで、速度を殺して、それからじわっとゆっくりゆっくり上げるってことですね。まあ、できれば筋肉が収縮する感覚を持って上げるようなにすると効果的ですね。あと戻す時もゆっくりゆっくりですね。まあ、初動を速くすればそれはスポーツ動作になってしまいますからね。それはそれで学習すればいいわけで、筋力トレーニングを行うためには初動で殺すってことですね。初動で殺してゆっくりゆっくり上げると、まあ、これは効かせるトレーニングのやり方ですから、まあ、通常のトレーニングだったら速く上げてゆっくり戻すと、ネガティブで効かすって、そういうやり方もありますけども、それは別ですからね。効かせるトレーニングと通常のトレーニングというのは全く別物ですから、効かせるトレーニングをやりたかったら、やっぱり効かせるトレーニングの、まあ発想方法とかテクニックを学んだ方がいいと思います。初動で殺すってことですね。初動で殺してゆっくりゆっくりですね。あとはフォームとか速度とかもありますけれども、まあキーワードとしては初動を殺すですかね。スポーツ動作では初動を速くですね。筋力トレーニングでは初動を殺すということですね。まあ、効かせるトレーニングでは初動を殺すということです。効かせるトレーニングでは初動を殺すというのが一つのキーワードになりますから、まあ、興味がある方は覚えておいてください。